はい、おはようございます。山男チャンネルです。今日もキノコ狩りに来ております。まあ、栗竹が出てくる時期になりまして、まあ、キノコ狩りもね終盤という感じですが、今日は松茸とあとは正源寺、あとは、前回ですね、あの本しめじが少量取れたんで本しめじもあればいいなと思って入山しております。まあ、どんなキノコに出会えるかわからないですけど、最後までご視聴よろしくお願いします。それでは行ってきます。はい、こちらぬめり口ですかね、花井口かな、この辺にポツポツと生えております。はい、まあ、ぬめりがあってね美味しいキノコなんで帰りに取っていこうかなと思います。この山は5日ぶりになります。で、前回はですね、まあ、過去最高の松茸の収量が得られたんですけど、まあそれからね雨とかは降ってないんで今日はどうかなという感じですが、ちょっと見に来てみました。なんかこっちに大きいのがある、正源寺ですかね。おお、はい、本日の目的の正源寺ですね。結構傘が開いて大きくなってます。まあ、もうちょっとね小ぶりのやつがいいんでちょっと見送りたいと思います。はい、まあ、松茸ね本当に前回はすごかったんで、ぜひね前回動画も見ていただきたいんですけど、まあ、今回もね期待していきたいと思います。すごい巨大チチタケまだ出てますね。まあ、夏のキノコっていうのでだいぶねあの動画でもお届けしましたけど、まあ、秋のこの時期でもね出ております。こっちに正源寺の見事な群生がありますね。これはすごいですね。結構こういう出始めのものからちょっと大きめのものとかすごいです。一体にあのたくさん出てるんでね、ちょっと取っていきましょうか。さあ正源寺ね取っていきます。すごいいいですね。かなりこう軸がねしっかりしてて、あの立派なあのキノコというか立派な個体ですね。すごいです、こんな陽気、美しい。すごい、この一体だけでもねかなりの収量ですね。ほんと出始めのいいやつがねたくさんあるんで、あんまりね大きいやつは取らずにいいやつだけをね取っていこうかなと思います。いやー、こんなね選んでキノコを取れるなんて贅沢ですよね。すごいです、ここだけでまあカゴの4分の1ぐらい取れましたね。なかなかの収量です。まあ、この先もね正源寺は期待できそうですね。まあ、他ねどんなキノコが出てくるのかそれも楽しみです。いい栗竹とかもね出会えたらいいなと思ってます。あーすごい、この辺にも出てますね。特に松林でもないんですけど、それでもこの正源寺が出てます。不思議ですね。結構松林に、ね、出るイメージなんですけど、おこっちは結構チチタケですね、オレンジ色の。だいぶ大きくなってますけど結構立派な個体が生えてます。すごいですね、この斜面あそこにも正源寺がたくさん生えてます。全部ねいい個体なんですけどね、まあちょっとね取ってばっかりだと先に進まないんで、まあ、帰りにね取ろうかなと思います。まあ、間もなくね松茸ポイントに到着になるんで、はい、またね、そこで様子をお届けしたいと思います。まあ、かなりね前回は取れたんで、今回もねどうですかね、ちょっと期待はねしちゃいますけど、ただまあ前回でねできっちゃってる感じもするんでね、まあ、どうなるかは分かんないですけど行ってみましょう。松茸ポイントまでやってきました。正源寺はね出てますけども、松茸はないですね。あーすごいな、あれだけ出てたのにあれっきりですね。本当に最初で最後だっ
たんですかね。あー全く出てない。もうこの辺ねすごかったんですけど、この辺もね、この辺もすごかったんですが、あーもうないんですね。いや本当に前回が最高のタイミングだったみたいですね。はい、正源寺はありますけど松茸は本当にない、なし。かろうじて一本出てましたね。なんかでも変な形、これでも腐ってっぽいかな。おお長い長い、なんかすごい変な傘がねちっちゃいですけど松茸でした。黒皮が結構入ってるんで取ってきます。これもまあ狙ってたねキノコです。食べれる、真っ黒ですけどね食べれます。苦味があって美味しい。しかもこれ綺麗ですね、裏がすごい白くて。これはいいやつです全部。これはねどうかな、古いかな。よいしょ、おーまあギリですね、ギリいけます。綺麗な花井口が出てます。細いな軸が、裏がねすごい黄色で新鮮。こっちもいいですね、ちょっと虫食いですけど裏は綺麗。さあ正源寺を取りながら松茸の次のポイントにやってきました。前回はねこの辺にも出てたんですけど反応ないですね。やっぱダメな、あ一本出てる。おお結構綺麗な感じです。よいしょ、おお出た、形のいい松茸。よいしょ、おおいいですね、綺麗です。ちょっと小ぶりですけどありがとう。いやー嬉しいですね。まあこの先もねいくつかポイントがあるんでもうちょっと取れると嬉しいけど、ぬめり口も取っときますか。よいしょ、はい、ぬめり口綺麗ですね。さあこっから先がですね松茸第2ポイントになります。いやーでも出てないな、パッと見全然出てない。本当にあれが最初で最後だったんですね。全くない、ないじゃん、そんなことあるんですね。出てくると思ったけどな、あれを皮切りにね前回のすごいたくさん取れたのを皮切りにどんどん出てくるかなと思って今日は来たんですが、あれで本当に終わっちゃったみたい。おーできた、おーこれは結構綺麗ですね、良さそうです。浅い、ちょっと浅かった。あでもいい形の松茸、もう一本いいのがありますね。あ危ない危ない危ない、これも結構いいですね。ちょっと軸がね短いけど結構しっかりしてます。いやー他にもあるかな、どんどんね取れるとどんどん贅沢になってきます。いやーないかな、ないですね。こっち面はなさそうですね。あの奥にあるか、あこの辺はないんだな。 あそこにある、でかいの出てました。
ちょっとそこにねいいのがあるけど、ちょっと上の方から見とこうかな。お、出てる。あっちにも出た。深いですね、この時期のは。よっしゃー、来ました。わー、これはいい、いい松茸です。軸も太くて締まってて、虫食いもなしで始め、はいいですね。当たりだ。すごいですよ、ここも大きいな。これ2本生えてるのかな。でかい。いいですね。傘が開いてはきてるけど、いい松茸。2本、え、セット、え、どうなってんの。おお、すごいすごい。これは全体が映らん。いや、でもお見せしますね後ほど。これもいいね。おお、出た、出ました。まあ頭ねちょっと割れちゃってるけど、いや素晴らしい。いいのが2本出ました。結構大きいです。いや結構ですね、いい松茸が取れましたね。第2ポイント、もう1段向こうにもね松茸が取れるところがあるので、そこに行きます。いやー、この調子でね出ててくれるといいけど。お、出てるぞ。ちっちゃいけど出てます。よいしょ。おお、すごいすごいすごい。まあこんなにちっちゃいな。すごいちっちゃい。あとここにもあります。これもちっちゃいな。でもまあ置いといてもしゃあないで取るか。あ、折れちゃった。この辺はね、去年はすごい好調だったんですけど、ない、ないですね。まあ、今年もね、結構何本かは取れたんですけど、もう出てないですね。この辺ですね、今年は出てたんですけど、もう出てないかな。もうなさそうですね。結構ねここもいいのが出てたんですけど、あれっきりかな。そうですね、前回はかなりいいのが出てたけど、終わりか。終わりですね、出てないわもう。まあ正源寺をね取って次の最終ポイントに行きましょうか。前回取り置きしておいた栗竹ポイントにやってきましたが、かなり育ってます。いい感じ。めちゃくちゃ美味しそうです。おお、いいですね。こっちもあっちもあっちも、これのこの木もこっちも、このしっこいのもこの下も栗竹いっぱいです。ちょっと帰りにねまた取ろうと思いますけど、すごいな、すごい巨大なキノコがある。花井口か？でかっ。すごい大きい。取ってみようか。ああ、ちょっと古めです。置いてこう。こっちはいいかな。
こっちはいいですね。さあ、ようやく松茸の最終ポイントに到着しました。おー、黒皮が出てる。取っとくか。ちょっと古いかな。やめるか。ややカビてるのでやめます。まあ、素直に松茸ポイントを目指しますか。お、黒皮だ。これは綺麗なんで取っちゃおう。お、いいですね。さあ、こっからですね、松茸最終ポイント、どうだ。あー、何もない。やっぱり前回で最後だったのか。前はね、この辺から行ってましたけど、もうないですね、全然。このね、結構手前の方まで出てたんです。おー、出てた出た。あぶらあぶらあぶら。いや、すごいのが出てるぞ。大きいですね、これ。おお、でけえ。出てましたね。うわ、どうやって取るか、これ。いや、結構根っこが絡んでて難しそうだな。よいしょ。おー、取れた。あー、すごい。なかなか立派です。すごいな、この傘の大きさ。根っこがね、すごい入っちゃってね、ちょっと割れちゃってるけど、すごいです。立派なやつが取れた。いやー、一本綺麗なのが生えてました。ちょっと軸は細いけど綺麗ですね。傷んでない感じ、いいですね。はい、松茸の最終ポイントにやってきました。どうかな。前回はこの辺で埋まってるやつをね、発見したんですけど、もうないか。あれで終わりかな。いや、一本ぐらいね、ここでもあれば嬉しいけど、正源寺ですね。全部正源寺。ダメですね。ちょっと厳しいな。正源寺も取っときますか。よいしょ。よいしょ。出てそうなのに。出てない。だいぶ古くなってますけどね、あの珍しいキノコ、赤字孔が出てました。この辺も出るんですね。あんまり来ないですけどね。来年からまたチェックします。ちょっとですね、予定にはなかったお値なんですが、花井口がね、少し欲しかったんで来てみました。まあ量はね、多くないですが、まあまあのが入ってますね。ちょっとやっぱり、まあ量がね、やっぱ少ないのと、まあ、若干やっぱ古いな、これとかやっぱ古い。これはちょっとダメだな。こっちもね、いいけど、ちょっと古そうなんでやめます。おぉ、いいですね。この辺、花井口がまとまって生えてます。あ、でもやっぱね、古いな、古いですね。これはいけるかな。いけそう。これはまあ、ギリギリ。まあまあですね。そこそこ綺麗なやつがまあまあ取れました。さあ、栗竹ポイントまで戻ってきました。疲れた。ちょっと取っていきます。これはかなりの収量になりそうですね。あっつ。
うわーすごいなこれ。よいしょ。これだけいいのがこんなにたくさん取れるとね嬉しいな。一番の丘大きい。うわ取れん。おお取れた。すごい。すごいですね。山に来てるとこんな群生に出会うこともあります。すっごい本当に上までずーっと生えてます。正源寺畑、本当に畑ですねこれ。まあね、つぼみがあんまり、あ、傘がね開ききってないやつを取っていきます。あんまりね傘大きいと持ち運びでもうね崩れちゃうんで。よいしょ。わーすごい綺麗。いやー、やっと登りが終わりました。これだけのね正源寺を持って登り返しはかなりきつかった。しかもこっちにもまあ正源寺、花井口、栗岳が入ってるんで、2つでね何キロぐらいになるとかわかんないですけど、めちゃめちゃきつかったです。と今年はですね、もうこの辺に来ることが難しそうなんで、ちっちゃいんですけどね取っちゃおうと思います。ちょっともうねほんと来れないと思うんでね取っちゃいます。おおすごい。見てください、すごい結構取れました。いいですね、食べたら美味しいと思います。はい、じゃあ今日の動画ねこれで終わりになります。キノコ狩りもね終盤ですけどね、まあもう何回か出かけられるかなと思いますんで、動画でまたね様子をお届けしますので、面白かった方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。